武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文学部の2017年の英語の勉強について話していきたいと思います。まず配点が75点で時間が90分、となっております。大問が5題で、そのうち3題が、長文読解、1題が、会話文、1題が、要約、読解プラス英作文という形に、なっています。はい、でですね、まず読解に関してですが、大問3つ出ていますが、そのうち大問1が、短めの長文が2題、大問2が短めの長文が3題、出ており、さまざまなテーマの長文が出る形式となっております。で、一個一個の選択肢そのものは早稲田の中でも特別難易度が高いというわけではないんですが、これだけの長文の量があると、やはりそのいかに早く概要をつかんで、その書いてある内容に対してちゃんと答えられるかどうかっていうところになりますので、速読力とあとは要約力ですね、このあたりが非常に重要になってきます。で、後々の問題にも要約そのものを書く問題も出てくるんですが、これ自体はその2017年の傾向をもとにするとそんなに長いものを書くわけではないので、記述力っていうよりは頭の中でその要約する力、大体どんなこと書いてあったっていうのをまとめる力っていう部分の強化がまず最優先に求められていると考えてください。で、レベル的には早稲田レベルの長文しっかり、ルート通りやっていけば、十分対応できますが、特にやっておきたいのが長文の数が多い分、話題別英単語リンガメタリカなど、で強化しておくといいかと思います。また記述がありますので、本当に書けない英作文全くやったことないって人であれば、和文英訳の英作文および要約の、英語長文問題生成などをやっておくと、いいかと思います。また会話に関しては長文の会話形式の問題なので、英会話問題のトレーニングなど、会話専用の問題書をやっておいた方がいいでしょう。で、とかくここの問題に関しては、先ほど言ったようにその一つ一つの長文をいかにその短時間で要約というか概要把握して、設問を答えていくかという部分がその要約問題に限らず、必要になってくるので、手短にいかに要点をまとめるかというところがどこまでできているかですね。本当に時間制限気にしないで今まず解いてみたらどれだけかかるのかということを見てみた上で、どの程度まで短縮しなきゃいけないのかというのを測りながらですね、合格点に届けるように練習を繰り返してください。で、文化構想学部と傾向は似ているので、こちらも合わせて対策しておくといいでしょう。以上が英語の勉強となります。